ボーカロイドで朝棒をご覧いただきまして、どうもありがとうございます。講師をさせていただきます、小泉です。第5回は第4回の続きです。コーラスやハモリのトラックを加工、調整することで豪華な音にしてみましょう。現在はメインボーカルとコーラスが同じ音です。音の設定を変更して、 それぞれ異なる音にしてみましょう。音声を複数同時に再生することで広がりを作って豪華にするダブリングという手法をご紹介します。ダブリングは同じメロディーを複数回重ねて歌って広がりを出す録音のテクニックです。ダブリングを行うためには同じパートを複数歌っている音源が必要です。人間のボーカルレコーディングでは複数回同じ歌を録音することでダブリングを作ります。 ボーカロイド6ではトラックを複製することで数を増やします。作業を始める前に分かりやすくするためにトラックに色をつけておきましょう。トラック名の左側をクリックすることでカラーパレットが表示されます。コーラス、ハモリ1、ハモリ2のトラックをそれぞれ異なる色に変更しましょう。続いて、 コーラスのトラックを複製します。コーラストラックのパートを選択した状態で、上部編集メニューから複製を選択します。また作業しやすくなるようにトラックの縦幅を広げておきましょう。選択したパートの後ろにデータが複製され、新たなパートが表示されました。続いて複製されたデータを配置するトラックを作成します。 上部編集メニューからボーカロイド AI トラックの作成を選択してください。先ほど複製して作ったパートをドラッグドロップで作成したトラックに移動しましょう。開始位置がずれないように注意してください。トラックの名前と色を変更しておきましょう。トラック名はコーラスダブリングにしましょう。トラックカラーは コーラストラックと同じ色に設定してくださいコーラスが2本になったので再生してみましょう必要に応じて音量を調整してください, 2>, い,い2本にはなりましたが全く同じ音なので音量が大きくなっただけという状態になっていますダブリングには 異なる音が複数必要なのです。人間の場合は複数回歌う必要がありますが、ボーカロイド6では、テイク機能を使うことで、2つのトラックを異なる音にすることができます。テイク機能は、ボーカロイド6の新機能で、同じデータから異なる歌い方をしてもらうことができます。コーラス、ダブリングのトラックのパートをダブルクリックして、ミュージカルエディターを表示しましょう。 ミュージカルエディター右上のテイクの項目でテイク5を選択してみましょう。再生してみましょう。再生すると異なる声が2本になったため音が2つ聞こえるようになっています。さらにパンを調節して広がりを出しましょう。 コーラストラックのパンをマイナス50に、コーラスダブリングトラックのパンを50に設定して再生してみましょう。音量も同じ音量に揃えておきます。ここではマイナス10に設定しています。設定はミキサー画面、またはトラック上に表示されているスライダーで調整ができます。上段が音量、下段がパンになっています。調整したら再生してみましょう。眩しいほど 広がりのある音になったのがお分かりいただけると思います。テイクの組み合わせは特に決まりはありません。ダブリング対象の2本のトラックで異なったテイクになっていれば広がりのある音になります。お好きな組み合わせを作ってみてください。ハモリ1、ハモリ2のトラックもコーラストラック同様にダブリングしてみましょう。手順は全く同じです。 ハモリ1を複製して、ハモリ1ダブリングトラックを作成し、音量はマイナス12、パンはマイナス64とプラス64に設定してみましょう。テイクはお好きなテイクを選んでいただけますが、ここではテイク3とテイク4の組み合わせで試してみましょう。 同じようにハモリ2のトラックもダブリングにしてみましょう。ハモリ2、ハモリ2、ダブリングの音量もハモリ1と同じ設定です。音量はマイナス10、パンはマイナス64と64に設定してみましょう。テイクはハモリ1トラックと同じようにテイク3とテイク4の組み合わせにしてみましょう。準備ができたら再生してみましょう。 メインボーカル以外がダブリングされたことで中央の音がボーカルだけになりボーカルが際立って聞こえるようになりました。最後にボイスバンクを変更して豪華に仕上げましょう。メインボーカルははるかのままにしてコーラスとコーラスダブリングのトラックをアキトとアレンに変更して男性コーラスを作ってみましょう。 コーラストラックのパートを選択し、インスペクターに表示されているボイスバンクをアキトに変更します。同様に、コーラスダブリングのパートを選択し、インスペクターに表示されているボイスバンクをアレンに変更します。また、ハモリに、ハモリにダブリングのトラックは、それぞれコーラスと コーラスダブリングのトラックに対するハモリのパートなのでボイスバンクをコーラスのトラックに合わせましょうハモリ2はアキトにハモリ2ダブリングのトラックはアレンに変更します再生してみましょう 再生してみると人数が増えて広がりが出たことで豪華なサウンドに仕上がりました。ボーカロイドでは複製したり声を変えたり人間のレコーディングでは大変なことが簡単にできるのが特徴です。動画の内容を参考に思いつくアイディアを試してみてください。素敵なサウンドが聞こえてくると思います。次回は最終回です。音の調整をして書き出しの作業を行いますのでお楽しみに。 それではまたお会いしましょう。